放射冷却の影響で県内は冷え込み最低気温が28の観測地点すべてで氷点下に津南町で氷点下8.6度など18の観測地点で今シーズン最も寒くなりましたあさってごろから今シーズン一番の非常に強い寒気が流れ込む見込みで警報級の大雪となる恐れがあります関関係機関は 不要不急の外出を控え、最新の情報を確認するよう呼びかけています。